山原育夫は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党憲法審査会長、法務副大臣、外務大臣政務官等を務めた、父は日本社会党委員長や、政治改革担当大臣、旧民主党副代表等を務めた、元衆議院議員の山原貞夫。祖父は元日本社会党副委員長の山原秀夫。 2010年11月19日、国際協力機構理事長、小形貞子と2011年6月20日、経済産業大臣、海江田万里、財務委員国際機関政府代表部、特命全権大使、中根武士と東京都調布市生まれ、明らか学園小学校、早稲田高等学校、立命館大学法学部卒業、大学卒業後、 1999年まで10年間、レック、東京リーガルマインドで、専任講師を務め、公務員首謀者を対象に、憲法学の講義を担当していた。2000年、議員在職のまま死去した父、山花貞ダの地盤を引き継ぎ、第42回衆議院議員総選挙に、東京22区から民主党公認で出馬。6人が立候補した混戦を制して初当選した。当選後、 男性国会議員では初めて産休を取得した。2002年の民主党代表選挙では、現職の鳩山幸男代表ではなく、同じ東京都選出の菅直人を支持したが、菅は鳩山に敗れた。同年12月、執行部人事等をめぐり、党内の混乱を招いた鳩山代表が隕石辞任したため、再度代表選に立候補した菅の推薦人に名を連ね菅は、 岡田克也を破り、民主党代表に選出された。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、東京22区で自由民主党前職の伊藤達也を破り、再選。なお、父の山花さだは1996年の第41回衆議院議員総選挙で、新進党公認の伊藤に敗れた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、 現職の金融担当大臣である伊藤に東京22区で敗れ、超副立候補していた比例東京ブロックでも復活できず落選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では東京22区で自民党前職の伊藤を破り、4年ぶりに国政に復帰した。2010年第1次菅改造内閣で外務大臣政務官に任命され、第2次 韓改造内閣まで務める。2012年の民主党代表選挙では、赤松博隆の推薦人に名を連ねたが、赤松は現職の野田義彦首相に敗れた。代表選後に発足した第三次、野田改造内閣で、法務副大臣に任命されるが、同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、東京22区で伊藤に敗れ、 比例東京ブロックでの復活もできず落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙にも民主党公認で東京22区から出馬したが自民党前職の伊藤に敗れ比例復活もできず再び落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際しては前原政治民進党代表が9月27日 民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を明らかにした。山花は10月2日、安保法制の白紙撤回を求めてきた立場で距離があるとして、希望の党への公認を申請せず、枝野幸男が決闘した立憲民主党から出馬する意向を表明。希望の党は10月3日、弁護士の金ヶ崎恵美を擁立したことを発表。 立憲民主党公認で東京22区から出馬し、選挙区では自民党前職の伊藤に敗れたが、比例東京ブロックで復活し、5年ぶりに国政に復帰した。2010年11月18日、国際連合ボランティア計画事務局長、フラビア・パンシエリと2011年4月19日、日本中札パラグアイ特命全権大使、直行豊俊と、 ありがとうございます。